さあ続いてはエリアの話題をお伝えするわが町レポートのコーナーです。よっしゃ、はい、というわけで今日のラインナップはこちらです。第43回国富町合同金婚式の模様と、そして竹灯籠を作ろうでお送りします。はい、まずはこちらです。国富町の敬老事業の一環として第43回国富町合同金婚式が稲荷会館で開かれました。式には結婚してから50周年を迎えた国富町在住の夫婦40組が出席しました。はじめに神事が執り行われ、金婚者の健康と長寿を祈願して祝詞が読み上げられた後、出席者らが玉串を捧げました。川野俊美国富町長からは、長きにわたり共に月日を歩んできた夫婦にお祝いの言葉が贈られました。その後、金婚者を代表して井上光義三江夫妻に祝い状と記念品が手渡されました。まあ、なんとかやってきたですが、やっぱ人口高いですね。健康であったっちゃねですか。鹿児島の中来ちゃってですね、知らんところに来てですね、もうお父さんだけが頼りで、まあ今まで頑張ってきました。そうですね、もうわがままばっかりでですね、もう何も言わんで協力してくれました。まあいろいろありましたけどね、本当苦労しました。これまではお互いの理解ですね、やっぱりね。でお父さんは立てんといかんです100まで生きてもらいたいですねそれだけですよ。結婚生活の大きな節目を迎えた金婚者の方々、50年の夫婦生活を振り返り、いろいろな思い出を語らう素敵な時間を過ごせたようです。今年の2月に佐土原にオープンした宮崎市城の駅で竹灯籠を作ろうと題した工作教室が開かれ、およそ20人が参加しました。このイベントは佐土原の竹を使ってものづくりの楽しさを知ってもらおうと宮崎市城の駅が企画したものです。今回は地元で活動している佐土原を竹灯籠で盛り上げよう隊のメンバーの協力も得て行われました。まずは切るところの目印をつけます。横はノコギリを使って切り込みを入れ、縦は割れやすい性質を利用してナタを使って竹の形を整えていきます。仕上げにカビが発生するのを防ぐためにバーナーで炙って竹の水分を飛ばします。参加した子どもたちは普段使わない道具に苦戦をしながらも、保護者らに手伝ってもらいながら一生懸命竹灯籠を完成させていました。高校生になるとなかなか地域の方々とこうやってする機会がなかったので、久々にこうやって会話ができたりしてとても良かったです。昔の人はこうやって作ってるんだなと思って、また作りたいなと思いました。お花とかをこれに刺して飾りたい。オリジナルの竹灯籠を作った参加者、秋の夜長を幻想的な光で灯してゆっくりとした時間を過ごしてほしいですね。はい、というわけでね、はい、まずは国富の金婚式の皆さん、はい、こちらですね、うん、昭和40年に結婚された夫婦の方々をお招きしたみたいなんですけれども、インタビュー答えてたおじいちゃんいたじゃないですか、いろいろ苦労したけど楽しかったみたいな、僕も50年後ああ言えてたらいいなと。あそうか、出ますか、宮崎市の金婚さん、金婚さんいらっしゃる、あるんすいやありそう。でもなんか苦労したっていうのを笑いながら言えてるっていいなと思って。いや本当にその通りだと思いましたね、今めちゃくちゃ苦労してるんでいや若いうちに、ね、それがいつか笑える額、それね、だから夫婦で苦労しました、旦那さん、はい、奥さんが笑ってる、うん、ね、それ金婚の時ね、はい、どうする、しーちゃん笑ってなかったら、いやたまらんだそれちょっと睨んでる金婚式の時お前のせいでこんな苦労したよこっちはこの季節40年そんなことないよ、ありましたね、いいなと思いました、思いました、ね、思いました、ね、さあ、竹灯籠は、うん、あれいいですね、 なかなか作る機会ないですよね、ないね、竹を割ったりしてね、そうね、どこ使うなんてもなかなかないしね、あとなんか普段しない会話が生まれたって言ったら親子で ね、いいですね、はい、以上わが町レポートのコーナーでした。